こんにちは、部長です。今日はタウン66というゲームをソロプレイしていきたいと思います。さまざまな色と形があるこうした家タイルを、ちょっと並べ方は適当になるんですが、こうしたね、6×6、36枚の街をできるだけ上手に作りましょうというゲームです。タイルの置き方に様々な条件があります。例えば、同じ色のものを同じ行に、もしくは同じ列に置くことはできません。また、同じ形のものも同じ行、同じ列に置くことはできません。必ずどこかの辺を隣接させて置く必要がありますので、飛ばしておくこともできません。そして最初 6×6 と言いましたが、7枚目を置くこともできません。主にはこの3つの条件を考えつつ、ソロプレイの場合はこの 6×6、 36のうち何枚家タイルが置けるかによって、こうしたね、評価が変わります。はじめに言いますが、これ結構難しいです。自分はね、このだいたいいつも地区大会か県大会なんですよね。だから22から28枚ぐらい置けたらいいかなという感じです。多人数プレイの場合は、このタイルを袋の中に入れておいて、こう引いて自分のね、スタンドにストックしておく。そしてちょっと面白いのが、そのね、手札をできるだけゆっくりなくした人、そして最後に手札を持ってなかった人が1番というルールです。ソロプレイの場合は、この3つの山から1枚取って、どこかね、条件に当てはまるところに置いていきます。取って置く、取って置く、このような感じですね。もしどうしても今ここのね、山にあるタイルで置けなくなってしまった場合は、山にあるタイルを裏返して置くか、すでにあるタイルを1枚選んで裏返すことができます。こうするとこの形での縛りはなくなるんですけれども、色自体はね、赤が残ってるので、赤という条件は残るんですけども、形の条件はなくなります。なので、まあ置ける幅が広がる可能性があるということですね。これを1ゲーム中に2枚まで行うことができます。ちなみに一度置いたタイルは移動させることはできないので、注意してください。ルールはだいたいこれぐらいです。なのでね、今度は実際にプレイして見ていただこうと思います。で、プレイ中なんですが、こう例えばね、こう今無意識にこうやって置いてますけど、これ実はダメなんですよね。この形同じですよね。で、気づかずにプレイを続けて、最後とか途中に、あ、これはミスしてるなってなった場合は、その時点で失格になりますので、まあ後でね、そのプレイし終わって編集してる時に、もしかしたら失格が見つかるかもしれないんで、まあそれはね、できるだけ注意してチェックしながらやっていきますけども、まあ編集の時点で見つかったらすいません、入れときますこの辺にね。はい、じゃあちょっともう一度ね、この山をシャッフルし直して準備したいと思います。はい、では1ゲーム目プレイしていきたいと思います。ちょっとね、画面の
都合上山タイルの山をねこちらの左側に置かせていただきました。大体この辺りに 6×636 を作っていきたいと思います。さあじゃあまずこの3枚の中から1枚選ぶところからスタートします。最初はね、まあどれでもいいかな。じゃあオレンジからいきましょうか。こことここが一緒ですね。これにします？おっと、ここ緑が被っちゃいましたね。じゃあ緑のこの形をここに、うっ、ちょっと待ってください。このあの二コブがやけに多くなってきましたね。一旦これをここかな。2コブをねここにあるんで、まあこう散らしていこうかな。じゃあ赤はまずここでいいですね。緑が、こことここの列にあるんで、ここの列に置きたいですよね、緑がね。ということは三角をここに置くか。ちょっと待って、緑多いな。緑どっちでもいいけど、この黄色はねここにちょっと置けないんで、こっちにしようかな。こっち、うわ、こうしたら3つこぶっていうんですか、こう3つのが増えちゃいましたね。でも ここはもう緑を置けないですよね。で2コブも置けないですよね。そしたら紫、これはここしかないですよね。これは緑ダメで3つ山でダメでしょ。これは2つでダメ、ここは OK、 2つでダメ、ここは OK か。黄色はここ OK、 ここがダメ、ここ OK、 OK。 横にも広げたいな。じゃあこれここに置くか。青三角2つ、丸2つをここに置きましょう。丸三つ、緑はできないですよね。できない、できる。こことこことここ置けないもんな。そうだな、紫の三角は置けない、置けない、置けない。ちょっと分かりづらいですよね。ここかな。じゃあこれね、ちょっと減らしたいんですけどね、なかなか減らせないな。黄色、できない。ここは置けるけど、ここには置けないですよね、縦が黄色だから。この青の三角は置けそうだな。ここ大丈夫、できない、できるけど、ここに置こうかな。じゃあ青、だんだんちょっときつくなってきましたね。これ黄色の三角は、緑は相変わらずここ、緑があるし、緑があるんで、この3つ、丸3つはここにしか置けないんだよな。でも間がないので、でここをね裏返せば一応置けるっていう感じですね。ただちょっと山がねここまだ多いんですよね。これ見えちゃいそうになりましたけど、この山の多さがねちょっと気になるんですよね。あまりにも一つだけにな
一つだけを取っていくと、今3つ選択肢ありますけど、2つ選択肢だとさらに置けにくくなるかなと思うので、できるだけこう均等に置いていきたいんですよね。おし、あ、あったあったあった。これをですね、ここに置きましょう。これ大丈夫ですよね。うん。赤は置けるけど、あ、赤は置けるのか。あ、ここも赤置けるな。あ、これにしよう。これここいいね。で、1、2、3、4、5、あと一つですね、ここは。うお、なんかちょっと丸3つ多すぎませんか丸3つがどんどん押し寄せてきますが、あ、でもこれここでいいな。まあ、多分ね、あの俯瞰してみるともっとこれの方がいいんじゃないかっていうのはあると思うんですけど、ちょっとね、この緑が減らないんでだんだん焦ってきてますね、青ある、青、ここ青ないですね。で、青、ここも青ないですね。ここに置こうかな。これね、ここに置きましょう。まだね、1個も裏返してないですね。いつもね、だいたいこのこれ9個ぐらい並べると1個ね裏返してるんですけどね、今日調子いいかもしれないですね。本当に調子いいか本当に調子いいか。ここにね、これ置きたいんですよね。で、これ裏返してね、ちょっとつなぎになりそうなものがないんだよな。このね、オレンジ三角見ると、オレンジ三角三角、ここはいいですよね。ここもいいですよね。で、ここがオレンジ三角三角、ここはいい。でもここに置きたいよな。あ、ここ置けるな。ここ置こう。ここ。あ、2枚取っちゃった。ここに置きましょう。またオレンジ。オレンジの丸に。丸に。ここはないけど、オレンジはある。ここはない。こっちは丸に、オレンジ、丸に、オレンジ。ここなんか変えようかな。わかった。じゃあ、この、黄色の丸2を変えましょう。裏にね、します。そうするとこの丸2個の建物の縛りがなくなって、ただの黄色だけのね縛りになります。1回目使っちゃいました、これで。で、そうするとここに丸2のね建物が、家か、丸2の家タイルが置けるようになりまして、で、ここにようやくね隣接するタイルが来たので、この紫、どっちがいいかな、こっちかな、こ、あ、ダメじゃん。これもこれも2つあるのか。じゃあこれ置けないな、まずいな困ったな。いや、なんならここがダメなら、ここをね裏返しにして、で、ここがあるんで、ここがダメだなと思ったんですけど、こっちだったらいいかなと思ったら、ここもね丸3なんですよね。いや、まずいな、これ間違えたかどうしよう、この緑が置けない。あ、置けるわ。置け、あ、ダメだ、緑だ。どうしよう。オレンジだしな。これミスったかな、置くもの。ひとまず置きましょうか。これ、ここ置けるな。1、2、3、4、5、6。これで。
一番端ですね。まあしょうがないですね。この緑を置くためにこの赤を裏返しましょうか。これ2個目ですね。でここに置きます。紫くぼみが来ましたね。紫くぼみ、ここくぼみあり紫あり紫くぼみありくぼみありなし、ここがくぼみありくぼみあり紫紫くぼみくぼみなんで、ここしかないな。ここでダメ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 だ。あ、じゃあこの列、あ、ここもダメだな。あ、これ紫置けない紫置けない、紫のくぼみが置けないですか。まずいですね。じゃあ、あとこの2枚を置けるとこまで。ここには置けますよね。ここ置けるか。ここはもう置けないんでね、7枚目になっちゃうんで。ここは置けるな。三角に三角に三角に、ここ置けるか。ここでもこことここ紫があるんで、ここだけですね。ここ置けるはずだ。緑の丸に丸に丸に、もう一列あるんですよね、本当はね。ここにね作れるんですよね。だからこれはここでいいんじゃないか。いいよな、 1,2,3,4,5,6 だもんな。うん、丸1ってあんまないな。ここは紫があって、紫ここ一応置けるね。ここか。それからなんか置けないかな。なんか置けないかな。これで終わりかな。ともう一回、紫くぼみはくぼみあるのでできないでしょ。くぼみある、くぼみがある、紫がある。でここはこっちから見ましょうか。くぼみ紫くぼみなんで、まあもう受けないですね。で丸三、オレンジがオレンジ丸三、ここはまだ可能性があって、オレンジ丸三、ここには置けるんですけどね。でも、隣がいないのでできない。これも一緒ですね、隣がいない。で、丸三なので、これで終了ですね。終了です。じゃあ、何枚だったか数えます。10、16、20、24ということで、いいね、地区大会で決勝進出かという地方大会止まりのプレイヤーということですね。微妙だな。もう一回やるかもう一回やりましょう。じゃあね、一回一ゲームだけだとちょっと寂しいのもあるんで、もう一ゲームやりたいと思います。ちょっと準備していきます。